チャージ完了。着いたわ。ここがリツ社の反応があった場所よ。キアナちゃん、どうして、どうして上空士に。入手した情報をまとめるわね。昨日午後、北アフリカにある天命の実験室がヨルムガンダの襲撃を受けたのは知ってるわね。その際、そこに拘束されていたキアナも混乱に乗じて逃走した。その数時間後、ネゲントロピーの極東偵察拠点が強い律者反応を一瞬だけ捕捉したの。その反応が天球史で入手したサンプルと一致したそうよ。で、それを捕捉した場所が超空史。空の律者の転移能力でそこまで逃げたんですね。ええ、超遠距離転移ね。その後、彼女の反応は消えたわ。偵察拠点からは他の反応を一切捉えることができず、衛星カメラにも情報は残っていない。でも少なくとも、キアナがそこに現れたのは確かよ。ここに何か手がかりがあるかもしれない。てめえ側に何か動きは？今はまだないわ。今回は私たちが先手を打てたってことね。ヘリオスの着陸予定地は、超空士の搭乗区にするわ。ここを行動拠点にして調べていきましょう。今の超空士は無人エリアになってるから、人捨ての情報収集は期待できない。簡易の崩壊エネルギー探知装置を組み立てて、彼女の行方を追ってみましょう。それにはまず、広い場所を探さないと。見える壁は何？超空の壁です。あれが超空史を東西に分けています。極東では有名な歴史的建造。だけど、いざこの目で見るとやっぱり少し信じられないわね。ここにしましょう。それにしても随分と地形が変わったわね。街は水没してるし、地図が全く使えないわ。
上空死の現状は聞いていましたが、実際この目で見ると。全部第三次崩壊の余波よ。上空市の中心は窪地になっている上に、ここは港町でもあるわ。崩壊が起こった後、地盤沈下が起こったせいで町全体に海水が流れ込んだのよ。流れてきた海水は崩壊エネルギーにより汚染され、二次災害となった。特に東上区は下流にあったから被害がひどかったそうよ。この光景を見たら、3年前までここに300万人以上の人が暮らしてた大都市だなんて誰も信じないでしょうね。全部第三次崩壊のせい。言っとくけど、あれはメイのせいじゃないわよ。誰のせいであろうと、この都市が失ったものは償えません。3年前、雷の律者として選ばれたのは私です。あの時、私がもっと強かったら、崩壊に屈していなかったら、長空市の悲劇はなかったんじゃないかと、今でも思うことがあります。今更そんな話をしても意味がないのは分かっています。ただ、今後、何かの選択に直面するたびに、この災害のことを思い出せるようにしておきたいんです。これは私が背負わなければいけない責任ですから。キアナちゃんに対しても同じです。はあ、できたわ。使えるかどうか確認するわよ。上空市の水と大気は崩壊エネルギーで満ちてるわ。キアナを見つけ出すなら、まずは律者エネルギーを選別しないとね。これはまだ新しい技術だから、探知可能な範囲が限られてるの。およそ半径3から5キロってとこね。でしたら、この登場区を探すだけでも、あと3つは必要ですね。向こうの最上区のことも考えると、もっと必要になります。だから、すぐに見つかるなんて甘い期待しないで。あれ？見つけた？博士、これは？どれどれ？間違いない。弱いけど、これは確かに律者の反応よ。それに近い。待って！よく見たら私の隣じゃない！で、これは、メイの反応？え？ああ、忘れるところだったわ。コンキストジェムはなくなったけど、まだ律者エネルギーがわずかに残っているのよね。はい。アインシュタイン博士の診断書にもそう書かれていました。私だけでなく、ネゲントロピーの名手も似たような状態だそうです。今はまだ詳しい原因がわからないと言っていました。それに、このエネルギーは自由に使えません。ええ、それはおすすめしないわ。不安定なエネルギーを強制的に使えば、きっとメイ自身を傷つけることになる。話を戻すわよ。メイの反応を除いたら、ここには特に何もなさそうね。次の場所に移動しましょう。